ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW X6 35D M スポーツ、 こちらをご紹介させていただきます。新しいのが来ましたね。そうですね、まあ、デビューして、まあ、1年ちょっと経つ感じですけどね。うちでは初めてのご紹介になると思います、はい、で市場にもまだあんまり出てないです。そうですね、まあ、それほど多くはないと思います、はい、そんな車を今回ご紹介させていただきます、はい、でまず僕思ったのは、はい、あのかっこいい、かっこよくなってますね。かっこいいですね、はい、まあ、かっこいいとでかい、でかい、でかい、そうですね、はい、あの X6 って検索すると、あの検索候補にでかいって、はい、そうなんだ、はい、もう車体がほぼ2メーター、5メーター、はいはい、ついに横2メーター超えちゃったぞっていう、ね、そうですね、感じですね。つい最近ご紹介させていただいた、はい、もうディフェンダーのノリと、はい、そうですね、はい、もう畳で言ったら何畳みたいな、はいはい、そういうノリの大きさになっちゃいましたけど、うん、前回りなんか結構先代から変わって、はい、僕特にこのグリルのデザインすごくかっこよくなったなと思ったんですよね、はい、今 BM こういうグリルのデザインになりましたよね、はい、流れがですね。あとこのダクトというかこのバンパーの、はい、先代ってちょっとこう何ですか、口がちょっとこう下に向かって大きくなって、はいはいはい、でフォグがついてって感じだったじゃないですか、ついにフォグがなくなりまして、はいはい、この辺のダクトというかグリルというか、はいはい、この辺も、でも、まあ、考えてみるとグリル大きくなりましたよね。なりましたね、はい、ただ4シリーズとかあっちのでかくなりすぎちゃったのは、ね、賛否ありますけど、まあ、これぐらいだったらね、はい、まだ僕の中でも共有範囲ないですよね、はい、だから前回りがすごくかっこよくなったなと思って、はい、であとはちょっと僕今回あの車の仕様全然分かってないんで、はい、一通りは勉強してきました、はい、ただちょっと答え合わせしてないんで、はい、実際ちょっと動画撮りながら、そうですね、あこうなってんだなっていうのを、はい、でも今回もどちらかというとそのハイスペックっていうよりもベースっていう、まあ、レンジのグレードになりますので、まあ、食わず嫌いだったのかなっていう良さをちょっとそうなんですよね、感じられればなっていうところもありますので、オーディちょっと下見しちゃいましたけど、はい、すごくいいんですよ。すごくいいですね、はい、ちょっとその辺も拾っていきたいと思います、はいはい、であとは前回り当然のようにこのシャッターがついててとか、はい、あとここは開いてないんですよね。この二重のデザインになってますけど、はい、でしっかりブレーキのダクトなんか開いてて、はい、ただこのブレーキのダクトもこのブレーキのダクトに行くだけじゃなくてこっちもちゃんと抜けてるんですよね、うん、ここら辺はね、やっぱ M モデルだけあって、はい、そこら辺の空力をよく考えていると思いますね。で当然最近の車ですから、はい、もう全部センサー関係もついてて、はい、ね、ここにカメラも、フロントカメラもついてます。こっちも定番の位置、はいはい、あ、そっかそっか、びっくりした。なんですか、いや、ここだけシルバーなんかと思ったらグリルが繋がってんすね。繋がってんす、繋がってんす。なるほど、昔からね、BMW からすると繋がってるってあんまイメージないですけどね。でまたちょっと前だとここだけ別の色だったりしたじゃないですか、はい、黒とか、はいはい、ちょっとここ違和感が今あったんですけど、はい、遠くから見たらあ、なるほどねって、はい、ここ黒く塗ったらどうなのかな。あ、2つに見えるように、見えるように。それだったらなんかラッピングでいい気がしますよ、ここ。ラッピングとかね、はい、いいかもしれない、ね、そうするとまたちょっとメガネっぽいですよね、だからつながってる。そうですね、はい、こんな感じの前回りになってて、はい、ライトもあと一応これグリル、はい、光るグリル、後でちょっと撮りましょうか。一番大事なところを忘れてました、はい、なんとこれが光るんですよね、はい、ロック解除とか走行中も、はい、そうですね、ふわっと。なんか BMW 系最近これ好きっすね。好きですね、はい、いや、すごい特徴ですよね。ロールスかなんかも光るんですよね。光りますね、はい、ただ多分国によってもあるんですかね。どうなんでしょうね。なんかロールスじゃない、ベントレーかな、うん、はなんかヨーロッパの方で、はい、その光害、はい、光の害って書いて、その光害の方で、要はその外装のなんか、はい、余計に光るところを禁止されてる国もなんかあって、はい、ベントレーのこのボンマス光らなくなっちゃったんですね、はいはい、だからそういったところで その設定があるってことですね。そうだからもうグリルなんかももしかしたら国によっては光らない、はい、もしかしたら今後ダメになっちゃうかもしれないですね、はい、あと僕いろんなレビュー見たんですけど、このグリルが光るのはもうみんななんかちょっとそらねえだろみたいなことが書いてました。いやいや、でも実際見たらかっこよくないですか。ひどいとだってデコトラとか書いてましたから。いい、僕は好きです、はいはい、ちょっと本当にそんなにあのビジュアルなのか、そんなビジュアルなのか、はい、今回ちょっと検証したいと思います、はい、しっかりちょっと暗いところでも撮って、はい、それは後ほど、はいはい、こんなグリルになってると、はい、あとはライトなんかは当然 LED の、はい、一番高いライトはこの 35D だとつけられないんですよね。そうですね、はい、レーザービーム、はい、ただ、まあ、標準のものでも全然視認性十分以上のものになっていると、はい、あとは横行きましょうか。この辺が M スポーツだと標準が10、
19インチから20インチに、はい、20インチになりますね、なるということですね、はい、でオプションで、はい、22がありますね、はい、21、22がマックスですよね、はいはいはい、純正で20ですよ、すごいですよね、すごいですよ、まあまあこれだけのねボディなんで、それがオプションじゃなくて、だって標準 M スポーツ標準が20インチです、はい、すごい時代に突入しましたよね、はい、そしてホイールがちょっとこれ、はい、僕コンフィグで見たことない色になってるんですけど、ここはちょっと手加えられてる、うん、これはあの前オーナーさんがあの塗られました、あそうなんですね、はい、なるほど、通常はバイカラーですよね、そうですね、天然が、はい、それが真っ黒になって、真っ黒になってます、はい、だと M スポーツになるとタイヤサイズなんかもちょっと変わって、はい、変わってますね、はいはい、前後が後ろの方が幅が広くなったりとか、はい、なります、タイヤ自体もちょっと太くなってる、はい、そんなセッティングになってる、あとはブレーキなんかも M スポーツだとこのブレーキになる感じですかね、これでベースグレードのブレーキですよ、いや本当ですよね、はい、びっくりですよね、はい、M スポーツの一応そのパッケージというかその M スポーツ仕様の方の車ですけど、まあ、やっぱりこう今でこそ X7 が出ちゃいましたけど、X6 ってそれまで一応最上級グレードなわけじゃないですか、はいはいはい、SUV の中でも、はい、だその辺があるのかなって、うん、あと足回りなんかはバネサスなんですね、そうですね、はい、で一応電子制御のアダプティブのショックアブソーバーになってると、うん、ちょっと乗り心地なんかもなんか噂に聞くとだいぶいいらしいんで、そうですね、はい、ちょっと後で体感していただければ、メルセデスのこの辺なんかよりかは、はい、なんかちょっと違った乗り味でかなり上質な乗り味らしいんで、はい、そうですか、はい、ちょっとその辺も本当かどうか、じゃあ今日スッチのリアクションが久々の、はい、乗ってみたいと楽しみます、はい、あとこの辺はこれダミーというかこうデザインなんですか、はい、デザインみたいですね、で一応前は一応抜けてるんですね、はい、これ、はい、エアカーテンでその前のダクトから行ったのは抜けてて、うん、ここは何も抜けてないと、うん、でしっかり M のデザインデザインなんでしょうね、この辺はもう確かにフェンダーにちょっと一アクセントあると、はい、横からのシルエットなんかもだいぶ違いますからね、うん、いやでもここがあるとないとだと全然違うと思いますよ、確かに、はい、ボテッとしてないんですよ、ね、うん、ボテッとしてないですね、あとミラーなんかもこんな感じでカメラがついてたりとか、はい、安全装備はもう本当安全装備見たんですけどびっくりする、びっくり、はい、しますよね、本当に、はい、このだ人間をダメにするこの重機の装備まあ、まあ安全装備はダメにしないでしょう、うん、まあまあまあ、はい、いやでも注意しなくなりそうじゃないですか、まあまあそうですね、はいはい、やってくれるだろうなっていうのはね、そうそうそう、だブラインド の, その車とか自転車とか、うん、その辺なんかもしっかり見て警告してくれるんですよ、そうですね、あとは駐車の時なんかにもしっかり役立つ、はい、この辺のカメラがついてると、だと窓枠なんかも当然真っ黒になってて、はい、この横からのシルエット、うん、もう狂ってないですかまあでも元祖のそうです、ね、あれですよね、 X6 って改めて見ると本当頭おかしいですよSUV でこんなちっちゃい窓ですよ、はい、後ろが、はい、ここの窓にいたらこのサイズですよ、はい、ここだけ切り取ったらもうクーペかセダンかわからないぐらいSUV でこのスタイルっていう、はい、でしかもこう後ろはやっぱりこう、うん、なりのこう居住性になってるわけじゃないですか、はいはい、結局大きくしたかったのかちっちゃくしたかったのかちょっとよくわかんないなという、はい、ただでもこれじゃないと得られないこのスタイリング最高ですよね、ありますね、やっぱり古さを感じないですよね、だから先代であっても X6 って6ね、はい、はそういうの感じないですもんね、確かに古さを、はい、もうこれしかないですからね、しかないですから、ね、最高ですよ、はい、やっぱりこのぐらい思い切ったことをいろんなメーカーでやってほしいです、うん、僕的には で, す、ね、でもやっぱこれがやっぱり先駆けになってみんなそのベンツの、ね、GLE だったりとか全部そういうの出てきて、ね、みんな出てますからね、はい、確かにクーペ SUV の SAC でしたっけ、うん、SAC、はい、スポーツアクティブクーペ言えてなかったですね、はい、スポーツアクティブクーペでしたっけ、はいはい、BM なりの言い方ですけど、うん、ちょっと他に見ないこんなスタイリングになってると、あとは後ろが305になるんでしたっけ、はい、はい、ちょっと太い、ちょっとどころじゃないですよ、だいぶ太いだいぶ太いタイヤになって、後ろもねちゃんとこういう色が入ってるの良くないですか、いいですね、はいはい、で前だけ入ってて後ろちょっとシルバーだとねちょっと寂しいですけど、でまた色が入ってないやつって、はい、新車の時はこうピカピカしてていいんですけど、はい、こう中古になってくると焼けたりダストがついたりして、はいはいはい、ちょっとこう、まあ、残念な見た目になっちゃう、使用感が、ね、出ちゃいますからね、やっぱり塗ってあるとその辺も、はい、いいですよね、うん、こんな感じの、じゃあ続いて後ろを見てみたいと思います、はい、後ろ随分変わりましたよね、変わりましたね、はい、でまた他のモデルとこの共通性のある最近のこの BMW の、うん、最近の BM のテールいいですよね、シュッとしてますよね、シュッとしてる感じですごい良くなってます、3とかもめちゃめちゃかっこいいですよね、はい、後ろ、はい、3のツーリングとか僕好きです、いやいや、だからさっきも言いましたけど今 1シリーズ一押しです、はい、すごいです、その辺の流れを感じるテールと、はい、あとは
なんといってもこのでかい、でかいですね、でかいですね本当に、はい、どっからどっから開くのかって、いや本当ですよ ね、 ね、 ね、何段あるんだよっていう、そうそうね、はい、ありますね、こんな感じになってて、はい、でしっかり X6 のエンブレムと、はい、だとカメラが当然ついてて、はいはい、あとちょっとディフューザーっぽいデザインになってるんですかね、っぽいですね、はい、本当っぽいですね、あと M スポーツだとスポーツエキゾーストとかついてるってことで、はい、このテールランプな、あ、テールじゃない、このマフラーカッターになると、うん、なりますね、はい、こんな感じですかね、これちょっとスモークがかってるのは、これ標準、標準ですね、あ、はい、そうなんですね、はい、だ余計なんかこの黒いボディカラーと、うん、合ってますよね、合ってます、ね、うん、すごいいいです、だと僕気になったのはこの、なんかなりそうなこのリアのエンブレム、はい、何もなんないですね昔はねここで開くんじゃないかってね、はいはい、なりますけど、これちょっと複雑ななんかこうパーツ構成だけど、はい、開いたりとかカメラが出てきたりとかはないんですね、はい、ないですね、ただのこのエンブレムだけで、昔のねだったらここからカメラ出すんですけど、やめちゃったのかな BMW、 どうなんですかね、高さ的な問題もあるんですか、あれ多分たまに結構壊れちゃうんで、あ、そうなんですか、はい、出てこなくなったりとか、まあ確かに何回も何回も、だって入ったら出るときにやっぱり動くので、はい、故障のリスクはね、ここにあればまず確かに故障のリスクゼロなんで、はい、こんな感じになって、はい、だとトランクいきますか、はい、はい、一応これでも開きますよ、あ、足のもちゃんとついてます、ね、足のも、はい、ついてます、そして当然のパワーテールゲート、はい、そしてトランクが広いと同時にこのリアの視界の狭さ、これはちょっとなんかクーペよりかも狭い、これしか高さがないっていう、ただトランクの作りめっちゃいいですね、これいいですね、これだってこのしっかりしたこのトムカバー、はいはい、しかも X6 のロゴも入ってて、はい、質感もめちゃめちゃいいっすよ、はい、トムカバーね大事ですよね、なんか本当に高級車、はい、あと僕びっくりしたのが、はい、カメラマンに教えてもらったんですけど、はい、下見でなんとダンパー付きっていう、はい、ダンパー付きですね、はい、でもこのしっかりしたこの何ですか、はい、このこれがある車って結構多いですけど、うん、ダンパーってそう言われれば、はい、結構なかったっすね、ないですね、なんで今までなかったんですかね、どうなんですかね、やっぱコスト的なもんじゃないですか、あとはそのここのダンパーだとある程度の長さがないと、短い、まあ短いのでもいけるかもしれないですけど、これすごくいいなと思って、うん、めちゃめちゃ使いやすいですよ、うん、でまたこの容量の大きさですよ、うん、でこれでもダンパーって意外に使わないって使わないですよね、そうすか、結構普段使ってる人ってここに荷物乗せてるじゃないですか、あ、まあ、だから逆に全部下ろしてダンパー上げるっていうのって、僕らあの撮影者でワーゲンのティグワン使わせてもらってるじゃないですか、うん、はいはいはい、下結構使うんですよ、はいはい、上両方使うんですよ、はいはい、だからもうこうやるのが、はいはいはい、ダンパーついてればよかったなって今思いました、はい、で中に関しては一応この牽引のやつだけですかね、うん、タイヤこれ何フラットですか、何フラットですね、なるほど、じゃパンク修理キットだったりもない感じですね、はい、あとはこの辺の細かい気遣いも、はい、12V 割ってシートも倒せて、はい、フックもついてると、はい、じゃあ恒例のゴルフバッグいきます、はい、でゴルフバッグ、結構いろんな意見をいただくんですけど、あのちゃんとクラブを入れろとか蓋をつけろとかいただくんですけど、ちょっとそうですね、参考程度に見ていただけるとありがたいです、はい、やっぱりこうバッグの種類もありますし、はい、でクラブもどのクラブ入れてんだよって話になっちゃうじゃないですか、はいはい、長さが違うんで、はいはい、なんで皆さんのこのイメージを膨らませていただいて、はい、あ、おおよそこのぐらいなんだなっていうのが分かっていただければいいんじゃないかなと、はいはい、おおよそこんな感じです、こんな感じですね、はい、十分ですね、結構容量ありますね、そうですね、この幅もありますですよね、まあまあ、まあ真横はちょっと厳しいかもしれないですけ ど、 ただシートなんか倒せるんで、はい、またこれ倒せるの良くないですか、はい、このね、シートがねゆっくり倒れるんですよ、バーンっていかない、バーンっていかないんで、ほら、ほら、あ、ちゃんと高級車ですね、はい、こんな感じでなくなってると、でこれちょっと締めてみていいですか、そのシートもそうですけど、はい、このテールゲートの締まり方ってこう重要だと思うんですよ、はい、AMG メルセデスとかってバタン締まるじゃないですか、うん、まあ、最低このぐらいゆっくりだってほしいっていう、はいこんな感じのトランクになってます、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はいはい、で内装の前にそのドアロックが、そうですね、最近の BMW は鍵は自動で開きます、なのでこう近づいていただくと普通に開きます、あ、もう手をかざすとかそういうデザインじゃないんですね、だからもう逆に離れますよ、離れると
しまいます。なるほど、はい、これ技術的には確か15年20年は多分経ってないと思うんですけど、はい、ホンダの車かなんかが一番最初にやってるんですよ ね、 すね、はい、ただ結構その不具合じゃないけど、はい、思ってた動きと違うっていうんで、うんうん、一時こう姿を消しましたよね、はい、この機能、はい、それが最近ちゃんと動くようになって BMW 装備されてると、はい、あとは装備関係は、はいはい、プラスパッケージでしたっけ、はい、ついてるんでソフトクローズが、はい、ついてます。もうしっかり高級車っす。高級車ですね、はい、どうぞ。でドア自体はこれあれですか、どこでも止まるドアではないんですか。ないですね、はい、なるほど。で内装がバーネスカレザー、黒でこう統一された、うん、結構締まった引き締まった感触、ね、はい、でこれ何がこうバーネスカってこう違うのかなと思ったら、なんかダコタ、うん、昔使ってたダコタよりかも、うん、なんか薄くてきめ細かい、はい、いいんですかとかって読みました。はい、そうですか。それ名前の違いはありましたけど、やっぱりそこまでちょっとすみません。なんかレザーのちょっとその質感がちょっと違う、違う感じですね。はい、でこの上のメリノになってくると、はい、もっとこのレザーの質感が良くなるっていう。うね、はい、ただ僕ごときでは違いが分かりません。いやメリノはでも分かると思います。あ、本当ですか。分かると思いますね。はい、ちょっとしぼしぼがちょっとこうダコタとバーネスカーちょっと違うかなっていうぐらい。はい、あと内装に関してはもうピカピカじゃないですかこれ。はい、さすが2000キロ、はい、2800キロでしたっけ。ですね、はい、で、まあ、実質登録して納車した12月登録なので半年乗られてないんですか。半年乗ってないですね、はい、次買う方は、はい、超お得な車お得だと思います。はい、じゃあちょっとドアから見てみましょうか、はい、ドアはこれ全部レザーですかね。この下だけ、この上、ここから上が全部レザーですかね。でこの何色、グレーですかね、うん、のステッチが入ってて、でハーマンカードもしっかりついてて、はい、ハーマンカードもオプションになります。でそのドアの取っ手のデザインとそのパネルがなんかちょっとすごくよくありません、はいはい、うん、だってこれあの安全装備で光りますしね。あ、なるほど、ここは点滅、今紫色に光ってるところですね、はい、ここは点滅するようになりますね。ただのおしゃれじゃなくて、おしゃれじゃないです、はい、ちゃんと機能性も備わってる、はい、備わってます、はい、でドアポケットもでかい、はい、ドアポケットでかいですよね。でかいですね。普通にそれブックルイとかペットボトルが入っちゃうサイズです、はいはい、でも収納少ないぞっていう輸入車っていうのがね、確かに確かに、そういうのが克服されつつありますね、ありますね、はい、そして、まあ、ステアリングだったりはこの質感のいいレザー巻きのステアリングと、はい、液晶のメーターとこれにちょっとじゃあ乗ったら見てみましょうか、はい、であとシートがちょっと高級感すごいじゃないですか、うん、ですよね、はい、ステッチだったりデザインだったり、うん、真ん中はパンチングになってるんですかね、うん、で背もたれのところにちょっとだけ M カラーが入ってると、こんなシートになってます。まあ、あの当たり障りない高級感のある、そうですね、うん、冒険しすぎてない感じは、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。小島さん、これあのスカフプレートの保護シールすら、保護フィルムすら剥がしてないじゃないですか。そうですね、はい、新古車じゃないですかほぼ、コンディションが、はい、コンディションはもう本当にピカイチです、はい、そして僕今乗って思ったんですけど、はい、ちょっと乗りづらいですね。乗りづらいというとフロアがまず高いのと、はい、ここが結構、もうなんかあのワイドボディにカスタマイズされた車かっていうぐらい、はいはい、ここの幅がサイドステップとあるんで、はい、あのそのサイドステップの、ね、幅がね、だ結構よいしょってまたがないと、はいはいはい、でまた僕の足だと届かないです。降りる時にこう足出したぐらいだと届かないっていう、うん、はい、ちょっとそうですね、あの小さいお子さんとかこの辺ね、そうですね、乗っちゃいそうなんで、そうですね、気になされる方はフィルム貼った方がいいかもしれないですね。ちょっとその辺先にやっといた方がいいかもしれないです、まあ、もちろんその SUV っていうところに、はい、あの頭があればちゃんとこのフロアの高さ分かるんですけど、はい、ちょっとこの今時なちょっとこう都会的なこう SUV で想像してると乗り降りはちょっと古典的な SUV ぐらいちょっとフロアが高いという、うん、そして運転席はこんな感じです。先ほどちょっと触れたレザーのステアリング、もう最高です質感、はい、内装のパネルとかもやっぱり BMW も統一してますからね、人間工学に基づいてますから、はいはい、そしてこのメーターと、メーターしっかりこれ X6 になってるんです、はい、でここもフィルムまだあってあるじゃないですか。、はいはい、この辺もしっかりついてると、で 10.25 インチ、はいはい、のモニターが、これもフィルム付きですよ、まだもうピカピカじゃないですか、はい、そしてダッシュボードなんかは全部レザーで、はいはい、ステッチが入ってて、なんか質感いいっすね、はい、本当にもうヘッドアップディスプレイも当たり前のようについてますからね、はい、あとエアコン関係でシートヒーターだったりもしっかりついてると、はい、でコンフォートパッケージでしたっけ、はい、
をつけるとベンチレーションだったりとか、はい、そうですね、はい、マッサージだったりがついてくると、はい、ただもう全然十分かなという。そうですね、まあ、はい、うん、そこら辺はもう本当に好みになると思いますね、はい、そしてあとはこの辺がオーディオ関係、はい、オーディオ関係ですね、はい、ちゃんといいですね。 BMW これやめないでくれて僕的にはすごく好印象です、うん、はい、このショートカット 1,2,3,4,5,6,7,8、はいはい、そしてこれですよ、はいはい、プラスパッケージについているこのドリンクホルダーを温めたり冷やしたりできるっていう、はい、そうですね、でしかも僕すごくいいなと思ったのは、うん、個別にちゃんとできるんですよ、はいはい、これでもやっぱりそのなんて輸入車でこれつけたかってよくぞつけてくれたって感じですよね。これ国産だと結構ある機能なんですか。国産って結構ありません。あ、そうなんですか。高級車だとやっぱありますよ、はい、なるほど。この辺の気遣いがもうすごくいいなと思っちゃいました、うん、すごい気を使ってるなっていうのを感じましたね、はい、そしてしっかりこの奥には充電チーもついてて、はいはい、で USB とだとこの賑やかなシフト周り、はいはい、シフトいいっすね、はい、そしてこの辺がアイドライブナビのコントローラー関係と、はい、ここら辺ですよね、はいはい、カメラとちょっとこの辺ちょっとじゃあオンにして見てみましょうか。あ、一応360度も当然ついてて、うん、パーキングアシスト、後退アシスト、はい、その辺なんかのカメラを使った装備はもうフルフルでついてると、はいはい、あとこれもついてるんですよね、ジェスチャー、はい、ジェスチャーコントロールもしっかりついてると、まあ、ジェスチャーはあれですよね、ボリュームがメインでしょうね、使えるのは。ああ、なるほど、はい、こうぐるぐる回して、ぐるぐる回して、はい、はい、であとはモード切り替えがこの辺ついてて、はい、オートホールドこんな感じでしょうか。であとこの中身がすごいんですよね、うん、びっくりしちゃいました僕。この謎のこのね、それね、はい、これ本当にねエクスペリエンスモード、はいはいはい、これ要はリラックスできる、はい、音楽とエアコンとでしたっけ、はい、そうですね、はい、これ果たして必要なのかどうかっていうのはね、いいじゃないですかサンルーフが今開いて、はい、音楽が流れて、はい、この辺がもう細かく、はい、サンシェード、あ、エアコンはないのか、うん、音楽とその サンシェードが開いたりとか、はい、これをね、このシステムに導入を決定した人を僕すごいと思いますいやでもあれじゃないですか、最近そのテスラとかも、はい、これ使うのっていう機能があったりとかするんで、やっぱりそのちょっとした機能でもやっぱりいいんじゃないですか、はい、あとはこのカーリングカーだからこっちがエアコンとオーディオと、うん、はい、モードでこうリラックスできる感じの、はい、すごいいい音しますね。いい音しますね、うん、ちょっとなかなか動画だと音質伝わりにくいと思うんですけど、この辺のモードも機能もついてて、あとはもう本当に細かくいろいろできちゃうんですよね、設定したりとか。でも本当に、はい、おもちゃですねいい意味です。本当に使い切らないです、はい、機能を。いい意味で本当におもちゃですよ。で説明書も積んでない、はい、あ、積んであるんですか。あります、あります、はい、積んであってもこれですよ、はい、で全部動画とかで機能、はいはい、これねもうミニとかもそうですよね、ついてます、うん、だからもう動画でその車両の機能紹介もこれでいいですね。そうですね、だからまあ多分これからどんどんちょんとなるようになったら、はい、もう喋ったら教えてくれるってことになるじゃないですか。確かに、はい、だからもっとなるんじゃないですか。回避のアシスト、追突警告、全部この辺も、はい、ジェスチャーコントロール、ヘッドアップディスプレイ、コンフォートアクセス、はい、全部ついてま す, です、ね、はい、もう人間がダメになります、はい、これもはい、メルセデスじゃなくて OK BMW でしたっけ、はいはい、OK BMW 運転席の窓を開けて、 OK 運転席窓を開けます。ちょっとカメラが追いつかない、なんでそっち側の窓を開けたんだっていうすごい OK BMW エアコン止めて、エアコンのソナーをオフにしました。すごいね、はい、果たして使うのかっていうところはちょっとハテナマークですけど、ね、しっかりこの辺もついてると。エアコンディショナーを止めた、あ、エアコンを止めたのか。あ、そうですね、風を止めたってことですね。そうですね、うん、OK BMW 暑い、大丈夫です、温度を下げます、すぐにこれまでより快適になります。すごくないですか。すごい、
もうだからさっきの人間をダメにするってツッチー言ったのは分かりました、はい、ダメにしますこれは自分で操作を調べることも操作することもないんですよ、うん、そうね、だから子供がさ手裏使ってんのと同じでしょ。いやいや本当です本当です、未来です ね、はい、うん、あとシートに関しては割とスタンダードな調整の感じですかね、上げ下げとリクライニングとあと横のこの締め上げる感じの、はい、で座った感じは割とコンフォートっす、うん、そうですね、座席もじゃあ、はい、ゆったりしてます。この背中のサポートも、うん、まあもちろんその締め上げることもできるんですけど、すごくラグジュアリーな感じ、はい、いかがですか小島店長。いいですね、全然タイトじゃないですよ、はい、タイトじゃないです、さすがこの車幅ですからね、でだってこのアームレストもこの大きさじゃないですか、いい、うん、2人で全然余裕で使えちゃうっていう、全然いいですね、はい、で開き方もこの真ん中から開くとすごく高級感ありません、うん、ありますね、で中は割と容量があって USB のタイプ C が1個ついてると、こんな感じです。いいなぁ、なんかね、このデザインもいいですね。いいですよね、そこのデザイン、うん、すごいいいです。でこれさっき開けましたけど、このサンルーフの開放感すごい、開放感いいですね、すごくないですかこれ、はい、だってここないんですよ、ないですね、はい、すごい、これ全部開けてみますか、今開けてみますか、ここですね、すごい、はい、この骨組みがないのによくこう、はい、これ骨組みじゃないですよね、ガラスの枠ですよね、枠ですね、はい、こんなに開放感のある窓、はい、窓じゃない、サンルーフ、これ言って閉めてもらえば、あ、これはダメなんですね、これ連動しなかったんですよ、連動しないですね、はい、どういうわけか、こんな感じで。そしてペダルに関してはもう足元広々っすよ、うん、このどでかいフットレストと、うん、はい、もうど真ん中ちょっと右寄りですかね、うん、はい、ブレーキのペダルとアクセルと、うん、かなりいい感じです、はい、こんな感じの運転席になっております。すごいいいですね、高級感あって、あとそっか M スポーツになるとあれなんですね、うん、あのアンスラサイトの天井になるんで、うんうん、まあ、室内が全体的にこう黒く引き締まった感じになると、うん、じゃないとベージュっすかですね、はい、はい、この辺の違いがある、そんな内装になってます、はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。後ろも当然のソフトクローズ付きで、で小島店長がもう乗ってますけれども、後ろはもっとちょっと乗るの大変くないですか。いや乗るのはあれですけど、降りる方が大変かもしれないですね。乗るのは目的地はここにドンとつけるので、なるほどなるほど、あれなんですけど、降りるとき足を引っ掛けちゃいけないなと思って、やっぱりちょっと気を使うかもしれないですね。幅がやっぱり効いてますよね。幅が効いてます、うん、感じは乗った感じはいかがでしょうか。いやいいな、リクライニングはついてないです、ついてないですけど、まあったらいいですけど、なくても全然そんなに直角っていう感じではない、全然ないですないです、長距離全然いけますね。気になるスペース的な感じは全然、あ、意外に上あるんですね、クリアランス。ここはねちょっと狭いですけどね、まあ、サンルーフあるんで、その開放感って的には全然ありますし、もっと後ろタイとかと思いました。全然全然、足元も全然余裕でしょ。乗ってみてください。ちょっと乗ってみていいですか。足元全然あります、はい、あと今回一応クラスなんで、はい、4ゾーンのエアコンが、4ゾーンのあれがオプションについてます。あと乗り込む時のこのここの低さですね。あ、ちょっとかがまないと、はい、それはねもうデザイン上しょうがないですね。そうですね、後ろシート柔らかい、柔らかいですね、前より全然柔らかい、うん、でちゃんとお尻が沈み込むんで、うん、あ、もうちょっとリクライニングしてほしいですね、うん、でも結構そのなんていうんですか、たまにあるじゃないですか、ここが低い車とか、はいはいはい、全然もう包み込まれる感じで、そうですね、お尻がちゃんと沈み込むのと、うん、スペース的には前も上も、うん、僕175ですけど座高高めなんで大体185ぐらいの人だと思ってもらえば、うん、はい、そうなの、全然大丈夫です、はい、尋常じゃない座高なんです、うん、そしてここがちょっと小物入れがついてて、はい、パカッと開くタイプのドリンクホルダーがついてると、はい、いやでも後ろいいな、いいですよ、すごい、あとこれ USB とかないんですね、チガが一応ついてるのか、うん、はい、チガが一応ついてると、あと小物入れと、ああね、USB とかなんかついてますけどね、はい、あと4ゾーンと、あとシートヒーターがついてて、はい、ブラインドなんかはないわけですね、ないですね、はい、でこちらの車はスモークが、はいはい、張ってある感じで、はい、あとびっくりなのは、うん、この後ろの視界の狭さですよ。そうですねここのスペースやばくないですか。そうですね、
クーペだってこんな狭いのないですよ、うん、ね、なんかちょっとあのなんか突破しちゃいけないっていうかなんかこれしかないっていう、ね、ちょっとだからルームミラーの視界も正直良くないですよね多分ね、はい、ちょっと市場でレビューしてみましょう、そうですね、はい、なんでこう乗り降りとか、はい、この視界とかスタイリングとか、はい、なんかこうおしゃれは我慢っていう、はい、そのワードを思い出しました、はいはい、続いてボンネット見てみたいと思います、はい、ボンネットが直6 3リッターのディーゼル、はい、ディーゼルですね、はい、ただこれが X34567 積んでる、はいはい、で他にもセダンワゴンにも積んでる、はい、ツーリングにも積んでる、はい、もういろんな 車種っていうかグレードに積まれてる、もう定番のディーゼルエンジンですよね、安定のエンジンですね、はい、だそんだけいろんな車に積まれてると、はい、なんか安心感もやっぱりありますよね、あります、あります、はい、ただちょっとスペース的にはそうです、ね、ちょっともう全然多分こう乗った感じのこう乗り味とかスペック的には全然不満ないんでしょうけど、はいはい、ビジュアルがいかんせんこう、ね、スカスカ感が否めないかなっていう、この補強で、はい、このエンジンのこのスペースですからね、一段低くなってますからね、はいはい、ただこう低重心に積まれてるのもあるんじゃないかなっていう気はします、はいはい、だ車によってはそれこそディフェンダーとかもすごく高くするんだったりとかするじゃないですか、はいはいはい、その辺もあるんじゃないかなっていう、ではそのエンジンルームちょっ とある意味特徴がありますよね、ありますね、だってこんな低いんですよ、はい、多分低重心化と、はい、あと車自体がなんか50対50なんですよね、この車で、はいはい、このデザインで、だからちゃんと見えないところでしっかりやってある、はい、まあ、BMW のやっぱり重量配分って50対50ってやっぱこだわりかなりありますからね、すごいですよね、はい、だから僕らは全然見えないところで、はい、まあ、しっかりこうボンネットなんかアルミですし、はい、この SUV のスタイルなのにフェンダーはこのプラスチックじゃないですか、はい、まあ、プラスチックなのかどうかわからないですけど、はい、樹脂系のプラスチック、はい、フェンダーじゃないですか、はい、だからちゃんとなんか見えないところも本当にやってあるんだなっていう感じがします、ね、だ結構車検証の重量配分前後配分見ると大体ドンピシャですか、うわーっていうのはありますよ、本当にドンピシャだったのもありますけど、そうなんですか、昔のね3シリーズのマニュアル車ドンピシャだったんですよ、FR でそれ結構すごいです、はい、であとこの辺がなんかこのディーゼルエンジンがなんか音が結構静かだとかって、はい、いろんなレビュー見ると言ってるんですよ、はいはいはい、そうですか、ちょっと今かけてみていいですか、はい、いやそうかなと思ったんですよ僕、静粛性がすごいですみたいな、うん、普通かなって、ただ車の中の遮音性ちょっとこれは答えは後で追って言う感じですか、はい、だから外から聞くと、はい、もう思いっきりこうディーゼル、はい、だなんか人によっては分かんないかもしれないなっていうレビューもあったんですけど、はい、いやいやいや、それはないですね、はい、だ普通にディーゼル触る、はい、あと気になるのはちょっと距離乗った時どうなのかなっていう、あと回した時とか、はい、でも一回このエンジンルーム閉めるだけでも全然音変わりますよ、結構インシュレーターなんかもしっかりついてますね、ちゃんとついてますからね、あでも普通にわかります普通にあぐらいで、僕メカだからかもしれないですけど、はい、普通にまあ、うん、ディーゼルだねっていう、いやでもこれディーゼルとわからないっていうのは正直レビューっていうわけじゃないですけど、私個人的にも絶対それはないと思います、あとは乗った感じじゃないですか、やっぱり室内で聞く音と回した時の音がディーゼルサウンドがなくなってるかもしれないです、はいはいはい、ちょっとその辺を確かめてみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います、お願いします、金が語りかけます、高い、高すぎる、輸入車買取はボンドカーズ、輸入車買取はボンドカーズ、じゃあ行きましょう、はい、はい、でかい、
でかい。でかいです。でかいけどカメラがあるから。いやーでもでかいっすね。あーでもカメラあるんで。うん、使いあっていうかハンドル軽い。今までの BMW の感覚でいくと軽いっすね。はい、今日も今日乗って。見ようシリーズなので、はい、高速道路に行ってみたいと思います。わしっとりっていうかハンドルめっちゃ軽い。でもやっぱりあれじゃないですか、モードっすか。モードっていうかアイドリングストップをオフにしましょうか。オフにしましょう。オフ、はい、今モードはコンフォートですよね。コンフォートですね。はい、コンフォートです。ハンドルめっちゃ軽い、うん、アイドリング乗ってる感じ、助手席では、はい、そのさっき言ったディーゼル感って全然感じないですね。僕普通に感じるんですけど。全然。本当ですか。全然感じないですよ。細かい振動と多分ハンドル持ってるからじゃないですか。あ、全然、まあ、確かにディーゼルサウンドそんなにしないか。しないっす、全然しない。助手席全然しないっすよ。ハンドル結構きますよ、ディーゼルの細かい振動、うん。運転車と助手席車は違うと思います、ね。はい、あ、結構ペダルからもハンドルからも結構振動ありますね、うん。まあ、多分個人差あるかもしれないけど、絶対これで不快感は絶対ないです、ね。あ、不快感は全然ないです、全然ないです、全然ないです。最近のディーゼル本当にいいですよね、うん。あと気になるのはその距離乗った時なんですよ。ディーゼルちょっと音大きくないじゃないですか、距離乗ると。いやいやいや、走ったら普通にこれで、ね、いや別に喧嘩売ってるわけじゃないですけど、走ったらね、ディーゼルっす、うん、はい、アイドリング。いやいや、でも全然超上質ですよ、めちゃめちゃ上質ですよ、うん。いや僕たちそのディーゼルが悪いって言ってるわけじゃないからね、はいはい、なんか分からないみたいなレビューが結構多かったんですよ、うん、これは言わないと分からないぐらい、もうガソリン車となんか区別がつかないぐらいだとか言ってたんですけど、うん、それにはちょっと物申したいですね、はいはい、普通にそれは分かります。ただめちゃめちゃ上質、うん、ハンドル軽い本当に、うん、今までの BMW の感覚じゃないですね、なんかハンドルの軽さ、はい、このクラスでいうと多分高速乗ったら M340 とか M850 とか乗ってると思うんですけど、ああなるほど、またちょっと違いますよね、SUV だと。違います、はい、あと SUV だとどうしてもタイヤでかいし重いし、はい、もっとこう乗る前のイメージがハンドル重たいんだろうなっていうイメージで乗ったんですけど、はい、拍子抜けするぐらい軽い、はい、で車が2トンあると思えない、はい、めっちゃ軽やか、はい、超上質。これベースグレードってすごいっすね。ですよね。コストパフォーマンス最高じゃないですかこれ。最高、いや高いですよ。高い、まあまあ値段しますよこれ。1000万しますからね、1000万します、はい。あとはいろんなレビューで言ってたのは、はい、あのタイヤの共鳴音が気になるっていう。あ、気になりますか。トンネルの中でなんで何とも言えないです。あ、いやめっちゃ上質。でもいいですねこの中の雰囲気。いやちょっとこれすごいっすね。なんか SUV 乗ってる感覚しないですね、うん、5シリーズ乗ってるみたい。すごい。ちょっとスポーツしていいですか。早くスポーツ。あ、スポーツにするともう露骨にハンドルが重くなるんです、うん、あ、音も全然、うん、え、音変わりました。あ、てかスポーツにすると、うん、ディーゼル音がなくなるっすね。音作ってるのかな、うん、トンネルだからかな。助手席全然わかんない。あ、スポーツ全然わかんない。これディーゼルサウンドしない。すごくないですか。これどっから作ってんだろう。スピーカーかな、吸気かな、ボーっていうガソリン車みたいな音しますね、うん、ほら、うん、するするする、後ろからしますよね。する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 。これスポーツにしたら全然わかんないですね、うん、コンフォートだと普通にディーゼルってわかるんです、うんうん、え、でもその走ったトルク感はあるじゃないですか、はい。これ狩り乗ってください。これすごい、これすごい。本当にこれすごい。え、これスポーツすごいな、これ確かにディーゼルって言われないと分かんないですね。あ、さっきモノモースって言ったのは、はい、訂正します。訂正する、はい、ジャンピング土下座で訂正します。これは分からない。いや、めっちゃ乗りやすいっすよこれ、
ポーツにしてなんか昔の BMW のステアリングフィールですね、この重たい感じの、助手席はね、あんまり変わらないですね、分からないですね。もう乗り心地めっちゃ良くないですか、いいスポーツでも全然ソフトっすよね、足回りとか全然いいですね。 SUV のあの船こう感じ全くないですよ、全然。今どれが結構ベタ、全然半分も踏んでないですよ。バラいや、ベタ踏みしたらやばいと思いますグって。これベタ踏みです。でも、まあって感じです、びっくりする加速はしないですよ、ないですね、はい、でも全然もう街乗りも全然、はい、高速も全然快適に、ねえ、例えば びっくりする加速ドカーンみたいなのないですよ、ないですけど、はい、それいつ使うのって、ね、感じの人だったら別にこれめちゃめちゃトルクあって乗りやすいっすよ、でも合流とかに入る時のトルク感は全然そのぐらいの全然ありますね、ふわって、全然追い越しも合流もこれ楽ちんですよ、これなら、それぐらいのパワーはやっぱりあるっす。でトルクあるからこう踏んでこう回転が上がる初めからもう前出ますね、車が、どれもいいな、ファスコートマン、これいいっすね、正直走りに関しては前動画撮らせてもらった M340 とか、あっちの方が全然走りはこう、走れます、当たり前ですけど、でもこれはいいっすよ、超上質、超高級車乗ってるみたいな、でだってこれだけ機能ついてて、シートヒーターもついてて、だってさっき寒いって言ったら、あのシートヒーターもオンにしてくれましたよ、あ本当に、はい、あそうなんだ、 OKBMW 寒い、温度を上げてシートヒーターをオンにします、すでにこれまでより快適になります。えしかもこれ運転席で言ったから運転席の方がオンになってるんですかね、これ。じゃあ俺言ってみようか、はい、OKBMW 寒い、温度はほら、あ助手席すげー、助手席が今助手席、運転席が今運転席になる、これ頭いいな、これダメになりますね、人間が、OKBMW 熱い、温度を下げてシートヒーター、これ2度ちゃんと下げるんですよ、2度ね、これまでより快適になります、すげえこれすごいね、で窓とかも閉められるし、手が離せないとかないですもん、これいいっすよね、そしてこのドリンクホルダー、ドリンクホルダーね、これ下があったかくなったり冷たくなったりするんですね、これもうめっちゃ冷蔵庫ぐらい冷たいですよ下、あ本当だ冷た、さっきヒーターにしたんですよ、触れないぐらい熱くなってたんですよ、いやこれいいね、夏場とかね、これちょっと最強ファミリーカーじゃないですかね、後ろにないけどね、後ろにこれあったらね、確かに確かに後ろも欲しいっすよね、これいいな、やっぱりちょっとこれツッチファミリーカーって言ったらこれ、いやこれいいっすね、もうでも子供にもうこの OKBMW 遊ばれまくるのがもう目に見えたもん、ね、何でも言う、何でも言っちゃうねこれすごいな、さすがにやっぱり1000万円超えてくると車の質が違いますね、めっちゃ高級感ある乗り味じゃないですか、だってこの高速のつなぎ目とかもこれですよ、全然ね、20インチで、いや22でも余裕だって言ってたから、20なんかもっと余裕なわけじゃないですか、そして多分22だからでしょうね、いろいろレビューしてたのはやっぱりその候補車とかで、フルオプションの車だったりするじゃないですか、多分22だともしかしたら鏡面音が出るかもしれないです、感じないですよね、全然感じないですよ、なんか80キロぐらい出した時になるとかって言ってたんですけど、あとはそれ多分車じゃなくてタイヤだと思うんですよ、結構今静かなタイヤとかいくらでもあるじゃないですか、コンパウンドもそうだし中スポンジ入ってるやつとかもあるから、気になるんだったらタイヤ交換されれば全然、これやっぱり快適だな、これ1000万円超えてくると違うな、車超快適ですよ、これ、あ、間違えた、
これ撮影者にしたいんですけど社長に言ってくださいぶっ飛ばされますよ、うん、本当に秒殺でね、秒殺でね、いやフル仕方じゃない多分いやもうちょっとあとこの車の不満点といえば、うん、その乗り降りと、うん、後方の視界とぐらいですね、うん、後方の視界ね、デジタルインナーミラーって、ね、あそうですね、そうですね、うん、そうですね、正直ちょっとリアのウィンドウが傾斜して小さすぎて、うんうん、この今どのくらいですか、結構離れてますよね、うんうん、ぐらい離れてないと車種が分かんないです、うん、僕でも距離感が全然分かんないです、うん、後ろの車との、まああとは本当にデジタルインナーミラーいけるのかな、いけますよ、いやこれはダメだ、かぶせないと、うん、ダメ、かぶせる形のやつじゃないためで、ね、ものを選ばないためですね、 ETC ありますからね、はい、であとはその、ね、前さっきも話したけど、ちょっと以前納車させていただいたお客様つけたんですけど、はい、フィルム貼ってたんで夜が全く見えないんですよ、カメラをやっぱり外につけた方がいい場合もありますし、あとつける場所にもよりますので、要相談って言われますね、要相談で、はい、これはすごい、これちょっと日本だと、うん、まあ、この形なのか大きさなのか、うん、ちょっと X6 ってなんかこう珍しい存在になってるじゃないですか、でも世界的に見るとめちゃめちゃ売れてるらしいですね、わ、うんうん、かりますよこれ、他ないですもんだとこんな、ないね、こう見たらこれちゃんと繋がってんだね、ここね、こういう感じでね、デザイン的にね、はい、いいなぁ、いいんじゃない、だってこれ、今これだいぶいいっすよ、 X6 もそんなに言ってるほどに段階落ちしてないからね、ああ車少ないですもんね、うん、少ないし、これはいい、 X5 が結構ね、値落ちしなかったりするし、ああなるほど、このうん、MX6M とかはちょっとね、新車からすると落ちちゃってるんで、逆に中古市場は買いかもしれないですけど、うん、球数少ないですからね、これほんとスポーツすごいな、ディーゼルって分かんない、一押し、一押しスポーツ、へえ、ほんとにこれちょっと分かるか分かんないかやりたいです、ほんとに知らない人になって、特に外から聞いたのが普通のディーゼル音だったんで、うん、車内こんなに遮音性高くてこの音で違うのかっていう、出根コンフォートにしますよ、まあスピード出せばって感じですかね、コンフォートだと、低速だと普通にディーゼル音ですよ、あとはだからインディビジュアルじゃないや、うんうん、何でしたっけ、設定、ね、アダプティブ、うん、これで細かく設定すればいいんですよね、うん、ステアリングは軽く、そうですね、はい、これはでも本当ダメになっちゃいますよね、人間、うん、安全装備もすごいフルちゃんとついてますからね、はあ、だって事故で多いのって結局その車線変更の時とか左折とか、そのブラインドから来たものを認識してなくて事故っちゃうの多いじゃないですか、だってこれ警告もしてくれて、うん、はい、サポートもしてくれるんですよね、うん、カメラが見てますからね、はい、あなたを見てる、うん、だそこで判断してるんで、あの何でしたっけ、ベンツってあのハンドル握ってないとダメじゃないですか、はい、BM 添えてるだけでいいんで、ああなるほど、はい、いやもう本当に安全装置、寝ちゃいます、ステアリングの、おお、ステアリングのアシスト入りましたよ、はい、だ勝手に車線逸脱しても戻してくる、うん、今曲がってってますけど、うん、ほら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 、はい、もうこれ新透明寝ちゃいますね、これダメだこれは、うん、もうちょっとアナログな車じゃダメです寝たら言うでしょ、そこのカメラで言いますね、え、言うんすか、いや、だからよそ見してとかしたら、あー、ここ見てるやつ、そこら見てる、目のやつ、これすごい、もっと、BMW なんでそんな、あれなんですかね、え、もっとなんかもっと売れてもいい、はあはあ、売れてもいい、そう思いません、うん、もうなんか日本における BMW のイメージとなんかドイツのイメージ全然違うんですよね、うん、やっぱりスペックだけで見ちゃうと3
単点こうディーゼルってなっちゃうと、わかります。なんかそのイメディーゼルのイメージがやっぱり悪かったりするじゃないですか。確かに。特にディーゼルのイメージは悪いですよね、うん。日本って。ヨーロッパってそんなに抵抗ないですけど。うん、一時期やっぱりね、あったじゃないですか。そういうディーゼル入れねえとか、そういうのもあったりとかするんで。じゃあちょっと乗せてくださいよ。小平さん乗ってください。これびっくり感覚ですよ、本当に。高速は乗ったことないんだよな。あとこの 35D のこのエンジンの良さですよ。うん、先日名古屋店行って、うん、X7 撮らせていただいたんですよ、うんうん、それも 35D だったんですよ、うんうん、もうだからもういわば最上級グレードの車で普通に積んで、うんうん、でそれも別に何ていうんですか、安いのがいいとかっていうので乗られてるオーナーさんじゃなかったんですよね、うんうん、はい、でもそういう方でもなんかもう躊躇なく選んで不満のない、ね、でも安いって言っても1000万超えですからね。まあまあまあそうですけど、うん、はい、どうしてもなんかもうせっかくだったら50、40でしたっけ、うんうんうん、とか M モデルがいいななんて、うんうん、はい、ど素人土屋は思ってしまうんですが、でもそれにね、いいに越したことはないですけどね。じゃあ果たしてその有り余るパワーを使うんですかっていう、うん、あなたもしかしてベースで十分じゃございませんかって、図星ですって感じです僕的には。あ、これちゃんとシートベルトも巻き上げてくれるんですよ。助手席の感じが、新しい。どう新しいんですか。なんかデザインもそうだし、なんかイメージが、そう、はあ、ハンドルやっぱちょっと太めですね。太いですよね、うん、で今コンフォートになってます、うん、なってますね。ハンドル軽くありません。うん、そうですね、言われてみると軽い感じが。なんか特に僕、BMW ってなんかちょっとしっとり重たいハンドルをイメージしてたんで、うんうん、あ、やっぱりそうですね、ハンドル持ってるとディーゼル感ってすごい感じですね。伝わりますよね。まあ、別にさっきから言ってますけど、悪いっていうことじゃないですよ。不快じゃなくてですよ。不快じゃなくて、やっぱりそのガソリン車との違いっていうのを感じます。ただ、本当に助手席わかんないです。そうですよね。わかんない、うん、いや、これ助手席本当にわかんないな。あと音はでもコンフォートだと分かっちゃうんですよね、低速は、うんうん、普通にディーゼルサウンドですよね、うん、クワッドでかいなあ。でも助手席でもでかさ感じますね。でも運転してるとそんな大きさ感じないけどな。あ、でもトルクはすごいな。トルクありますよね。トルクある、うん、ありますね。バキューみたいな速さじゃないんですけど、うんうんうん、ちゃんとこの踏み込んだ瞬間からついてきますよね、うん、車が。ああ、そう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 。下がものすごい、うん、回転が5000回転までもある感じですかね、メーター260キロ、うん、いいなこれ、開放感あるし。目線が高いからいいな。確かに目線だいぶ高いですよね、うん、高いですね。これはいいっすね。これちょっともうちょっと降りてきたら欲しいっす。私の手の届く範囲に。600万ぐらい。そうっすね。ヘッドアップディスプレイも調整できますよね。だいぶ下になっちゃった、うん、これ OK BMW で上げてくれるのかな。どうなんですかね。安全走行に関わるものってできないっていう。 OK BMWヘッドアップディスプレイ上げて。安全のためこの機能は停止。あ、そうなんですよ。なんか安全に関わるそのモード切り替えとかできないらしいですよ。いかがですか、小島様。いいね。Z4 からのこちらへのお乗り換えいかがですか。いやこれはね、やっぱでも駐車場っていうところがやっぱりちょっと引っかかってくるかもね。あ、なるほど。大きい駐車場じゃないと。幅2メーター超えですからね。2メーター超えなんで。で2メーター近くある車でも、もうボディサイズっていうかそのボディのデザインでだいぶ違うじゃないですか、うんうん、でこれほぼ目いっぱい2メーター使ってるじゃないですか。そうそうそう、使ってますね、もりもり。はい、まあ、そのおかげで車内めちゃくちゃ広いんですけど、うん、センターコンソールに至ったらこの分厚さですからね、うん、でも駐車とかアシストできてるからあれだけど、止める場所だけあれば大丈夫じゃないかな。確かに確かに。
でかっ。高さ。あ、わたわた。あ、いいね、いいね、いいですか。よろしいでございますね。はい、バッチリです。ダップディスプレイもしっかり明るさ、高さ、ローテーション、ナビゲーション全部できちゃうと。はい。いやー、これちょっと本当に使いこなせないですよね。うん、車の機能がありすぎて。うん、まあ、説明書なんかも見れるし、どうですか、これですか、ああ、リラックスしましょう。リラックスします、リラックス。これ謎なんですけど、何これでもあと3分ありますよ、うん、音いいな。めっちゃ音いいっすよね、これ。これ著作権で引っかかるとかそういうパターンないですよね。あ、この音楽で、はい、あいや、たまにあるんですよ。 あります、はい、いや、めっちゃ音いいっすね。いい、正直オーディオ組まなくて全然いいレベルですよ、うん、この辺になるとちょっとスポーツね、はい、スポーツします。スポーツ、ポチッ。分かる分かる、言ってるもん。いい、わ、いい、いい。あ、これすごくないですか、スポーツ。あ、これは、うん、いいです。スムーズすごいスムーズ。あ、ハンドル、あ、そっか。めっちゃトルクあるし、うん、ステアリングちょっと重くなって、うんうん、足もちょっとしっかりして、うんうん、いや、僕ちょっとやっぱりその、いや、本当個人的な考えなんであれなんですけど、はい、ちょっとアンチディーゼルだったんですけど、はい、いいわ。いや、踏んでっても分かんなくないですか、本当ディーゼルだと。全然全然全然分かんないですよね。まあ多分高回転になると多分っていうのはあるんだけど、まあまあまあ、まあ、全然全然これはいいっすよ。いや、これちょっと X6 仕入れ強化ですね、これ。え、ていうか 35D がすごいと思う。 35D、 35D、 いい、はい、35D のだから装備充実してるやつとか見つけたら、うん、ちょっと絶対買いだと思うんですよ、僕。買い、 X5 もね、はい、うん、いや、トップグレードだけとかって、いやいや、全然全然いいっすよね、うん、ベンツとかのディーゼルよりかはなんか、うん、やっぱ BMW してる感じしますよ。ベンツのディーゼル僕ほとんど乗ったことないんですよ。いやいや、もう 35D とかゲレンデの、あ、ゲレンデの 35D 乗りました、うん、めちゃめちゃいいっすよね、 35D も。でもこの感覚なくないですか、これ。あ、まあ確かにない。このエンジンのまたちょっと違うかもしれない、まあ、車が違うからかもしれないんだけど、はい、だ GLE 乗ったらちょっともしかしたら、はい、ああ、ちょっと GLE 乗ってみたいですね。比較はできるかもしれないですけど、僕感覚、感じ的にはやっぱそのなんていうのかな、 BMW のエンジンの感じはしますね。いや、 BMW 推しだからかな、そんなことない。走りすごくないですか、うん、SUV の走りじゃないですよ。じゃない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 。いや、この視点の高さとちょっとこのわずかなこの何ですか、ボディのこの揺れ以外、普通にセダンですよね。セダンクーペの乗り味ですよね。うん、やっぱやっぱ食わず嫌いですね。乗ってみないと分かんないわ。だってこれ絶対ぶっ飛ばしても大丈夫だなっていう、そんな挙動してません？うん、これ多分200ぐらい余裕だろうなっていう。全然全然全然。お買い上げありがとうございます、小島様。これでもいいね。やっぱりちょっと1000万円超えるとちょっと車違いますよ。違うわ、うん、これなんて言ったんですかね、前私納車させてもらったって話あるじゃないですか、はいはい、その方は ML のディーゼル乗ってたんですよ、はいはい、ML のディーゼル乗ってて今回X6 のディーゼル変えたんですけど、すごいスムーズになったよって言ってたんですね。やっぱり進化はすごいですね。まあもちろんね、年式が新しくなったんでやっぱり良くなってるの、ベンツだからってわけじゃなくてだと思うんですけど、いいわ。 35D いい。 35D マジ侮れないですよ。そりゃいろんなのに積もうと思いました、ね、うん。そして280何馬力でしょ。でも 35D こんなに良かったかな。
どういうことですか。いやでもやっぱ新しくな改善されてると思いますよ、かなり。こんな良かったかなって感じしますよ、やっぱり。ほら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 、本当わかんないこれ。いやいいですわ。いやこれ長距離も楽だし、これいい装備ついてて、いいね。本当ほぼ欠点ないですよね。ない。後方の視界その乗り降りだけですよね。うん、後方の視界も言ってるほど悪くはないと思う。これ後ろ疲れたら見えないですよ。よくはない、よくはないけど。まあ、スーパーカーみたいにひどいかっていうとそんなことないですけど。でも SUV だったらもうちょっと見たくありますよ、さあやってまいりましたコーナリング、うん、まあ、言っても大宮、はい、安全装備試すの忘れちゃったな。全然そんなんいらないいらないもん。5号線の法定速度、はい、なんで高が知れてますけど、いかがですか小島さんは。いや全然全然危ないなとか、はい、限界だなっていうの感じ全然フラフラする感じゼロですか。ゼロですね。まるでセダンに乗ってるかのような。本当に本当に、いやすごいな、いい車だわ。ちょっと BMW いいな、進化は。いや多分 GLE 乗っても同じリアクションすると思うんだけどいいなっていう。ちょっとそのアプローチの違いをちょっとでも体感してみたい。体感したい。おこう来たかっていう、うん、そうそう、いいのは分かってるんだけどっていうのはね。なんですかね、僕勝手に BMW ってちょっと走りのイメージあったんで、なんかそれにこうコンフォートさがプラスされたら、うん、なんか途端にこう良くなったなっていう、うん、いやでもこれいいな、うん、いやこれ本当にいいわ。長距離もいけるし。エコプロ、エコプロでございます。あ、ちょうど車内のこのアンビエントライトが、あ、これ足元もちょうど光るんですね。ライトがこんな感じで。でもね、さりげないな。発足もあると、はい、シフトチェンジがどこだかわからないね。ああ、いやでもよくできた車だな。中おしゃれ。あ、後ろもちょっとドアポケの中とか光るんですね。あ、ここも光ってるんだ、この取っ手の中も、でここも光って、あ、もうすごい、あのレーンキープがしっかりとグイッて持ってきますよ。グイッて持ってきますね。優秀でした。優秀ですね。これでエコですからね。エコプロス。エコプロ、まあ回せばエコ、コンフォートとかエコプロは回せば、まあちょっとまあディーゼル感はないかなと思います、うんうん。いやでももうさっきも言いましたけど、ディーゼルだろうなんだろういい車いいですよ。もうスポーツは最初から低速からディーゼル感がないという。うん、いいな。僕の。家の車にこの冷えるドリンクを入れたら移植できないですからこれどうですか、さすがにデカさ感じますか。うん、デカさ感じるね。まあ、慣れてないからじゃないかな。あってよかったカメラって感じですか、うん、じゃあちょっとパーキングアシスト、はい、いきますか。はい、開いてますよ。はい、わわ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 、いきます。さあ前回の35点でしたか45点か、はい、上回ることができるのか。次の世代の BM、 あ、次の世代じゃないの、同世代。あ、これ自動になってる時はこれ光るんですか、ステアリングは。ステアリング光ってますね。やっぱりちょっと怖いよね、まだね。大丈夫。でもブレーキに足乗せてるから、うん、うわーみたいな、うん、でもこんだけいろんな障害物があってバックするのすごくありません、うん、すごいよね。だってその消火栓の出っ張りとか柱とかあるわけじゃないですか、うんうんうん、完了っすか。え、
完了ですね、はい、じゃあちょっとあれ切り返しがなかったっすね、止めてから1回前出てって、うん、ないね、まさか点数が上がってる、そう小島さん点数が上がってますよ、あーでもこう広いところじゃないかな、あ広いよ、ね、いやもう明らかにだって真ん中、点数上がってますよ、85点くらいになってますよ、あでもこれもうちょっと広いところ、これ 広くない、この幅が、まあまあ多少は狭いところに止めてみようよ、ちょっと、ただでもスペース的にはだって真ん中じゃないですか、まっすぐ来てる、まっすぐですよね、85点ですよ、もうすごいね、いやこれ自動的に、しかもまっすぐだし、白線に対してちゃんとまっすぐ止まってますよ、うん、後ろはね結構余裕があって止めてるね、あそうですね、だから多分前のその白線見てんじゃないですか、うん、これ全然使えるレベルですね、でも大体ここまでバックできればあれじゃないですか、いやあともう少し下がるとかはさっきの窓はここまで上げるってこと、あそう窓がちゃんとどこまで開くかっていう、どこがこういう、はい、だからこの辺車止まってたら開けたら危ないよみたいな、ここまでダメですよ、ちょっともうちょっと小さいパーキング行きたいななんで攻めようとするんですか、なんで攻めようとするんですか、いやでこんなすごいじゃない、確かに、あれこの間何でやったんでしたっけ、340でしたっけ、そうはい、じゃあさっきより狭い駐車場で再投入します、はい、ステアリングはくるくるくるっと回って、おっとおわわわわ、これちょっとカメラで撮ってる映像すごいですよ、今ハンドルがくる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 って、あれこれまさか白線踏んでませんか、あれやっぱり35点だったなんでさっきの良かったんだろうね、まあ、ちょっとブレがあるっていうことで、そうですね、はい、今回は白線の上に、でもまっすぐになりましたね、なんか車、うん、前回すごい曲がってたじゃないですか、うん、何を基準に取ってんだろうね、これね、分かんないですけど、まあまあここまで入れられればね、いやというわけでパークアシストは進化はしてませんでした、気のせいでした、いや、まあ、場所による感じです、ただでも切り返ししなくなってますよね、一発で入れてますよね、あ一発でね、あこういう、ね、前1回止めてから前、うん、もう1回出てなんか軌道修正みたいにしてたじゃないですか、うん、それないっすよね、うん、ということはじゃああれですかね、1回止めてからあとは人が少しサポートしてあげれば全然こうまっすぐ止められるレベルになってるということですよね、最後になりますけれども、これ前オーナー様がっていうお話を小島さんされてましたけど、はい、これもまさか買い、いやこれは下取りになります、あこれ下取りなんですね、下取りですね、なるほど、はい、じゃあ買い取りも、はい、下取りも両方お任せいただいて、はいはい、大丈夫です、バッチリなコンディションの車であればこうやって店頭に並べて、そうです、店頭に並べられるイコールやっぱりその直で値段がつけられるので、なるほど、高価買い取り高価の値段値付けっていうのが可能になりますので、はいはい、頑張れるわけですね、はい、頑張ります、というわけで今回は BMW X6 35D M スポーツをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。